どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、コード決済の一つであるファミペイってありますよね。こちらはですね、なんとね、今回バーチャルカードをですね開始いたしましたので、本日はねこちらの解説とキャンペーンの解説ね一緒にやっていきたいなと思います。ということで皆さんね、こちらのファミペイって使ってますかね。私のチャンネル見てる方はですね、そんなに使ってる方ねいらっしゃらないかななんていうふうに思うんですけども、私はですね結構使ってるんですよね。というのも私の生活エリアでですね、このファミペイがですねスーパーで使えるっていうふうになりまして、またねキャンペーンとかも合わせてね利用させていただいてるんで、まあ結構ね利用頻度は私はあるんですけども、今回ですねこのファミペイのこのコード決済がですね、バーチャルカードがですね開始になりましたということで、こういった感じになってるんですよね。ファミペイ ×JCB プリペイドということで、 JCB のですね、バーチャルプリペイドカードがですね発行することがこのファミペイでできるんですよね。ですのでファミペイのね残高っていうのもこのプリペイドカード、まあクレジットカードみたいな感じでね利用することができるっていう風になりますんで、まあ私の動画のチャンネルですね、こういうコード決済の話ってそんなにしないんですけども、まあ今回ねコード決済でまたそれがねクレジットカードの番号で利用することができるっていう風になりますし、またねそのキャンペーンもあるっていう風になりますんで、まあ今回ねこちら知っといてね損はないかななんていうふうに思うんですけども、またね、こちらのキャンペーンがやってるんですよね。で、こちらのキャンペーンで、今回ね、3000円以上使うと500円がもらえるっていうね、キャンペーンがあるんですけども、これもですね、今回ね、バーチャルカードが発行開始になったということで、まあ、一つずつね、説明させていただくんですけども、これね、イデアにチャージして、またね、それがレボリュートにチャージできるっていう風になりますんで、まあ、マイラーの方はですね、結構ね、いいのではないのかな、なんていう風に思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければな、と思います。ということで、公式サイトね、こんな感じになっております。ファミペイ ×JCB プリペイドということで、ファミペイの残高はですね、今後は、ファミペイのバーチャルカードとして利用することができるんですよね。ですのでファミペイの残高でクレジットカード番号を入れて Amazon で買い物をするみたいな、そういったこともですね今後ね利用することができるっていう風になっておりまして、まあこちらに記載ある通りですね、今回ねキャンペーンがね同時に行われておりまして、ファミペイのこのバーチャルカードで JCB 加盟店で3000円以上ね利用していただくと500円がねもらえるキャンペーンっていうのが開始になったんですよね。で、このコード決済のね残高っていうのはプリペイドカードでね今回利用することができるということで、今現在ですねこういったサービスっていうのは au pay プリペイドありますよね。 au pay の残高と残高が共有されている au pay プリペイドっていうのがありますけれども、まあこれとね同じ感じで、まあ今後ね結構利用する機会がねちょこちょこ出てくるんじゃないかななんていうふうに思いまして、今回ね解説動画を出させていただいたっていう感じなんですよね。で今回ですねこのファミペイのバーチャルカードね開始になりましたということで、こういった感じのキャンペーンが開始になっております。でこちらですね期間が2023年の2月9日から2023年2月の28日までにこのファミペイのバーチャルカードで3000円利用していただくと500円相当のファミペイボーナスがね利用することができるっていう形になってるんですよね。で今回のねこちらのキャンペーンエントリー不要になっておりまして、条件はですねネットでの JCB 加盟店で3000円以上ねファミペイのバーチャルカードを利用していただければ、後日で500円のファミペイボーナスがねもらえるっていった形になります。で付与はですね、2023年の4月の24日頃にね付与されるっていった形になりまして、で今回のねこのキャンペーンなんですけども、本当にね JCB の加盟店で3000円利用すれば500円がもらえるっていうね非常にお得なねキャンペーンっていう風になっておりますんで、ぜひね利用していただければななんていう風に思うんですけども、 JCB の加盟店で利用していただければ、3000円使ったら500円もらえるっていう風になりますんで、これね、Amazon で3000円分の Amazon ギフト券ね、購入していただくだけで達成することができるっていう風になるんですよね。めちゃくちゃ簡単ですよね。ですので、ぜひね、利用していただきたいなと思うんですけども、先ほどもね、登場しました、こちらのイデアのプリペイドカード。こちらのチャージでももちろん OK です。で、こちらのチャージね、していただくと、このね、レボリュートにね、チャージすることができるっていう風になりますんで、向き合ってますか？合ってます。
こちらですね。ですので、今回ね、こちらに3000円チャージしていただくと、後日ね、500円分のファミペイボーナスがもらえて、またね、こちらにチャージしていただければ、外貨決済手数料がね、ほぼかからない、レボリュートでね、今後利用することができるっていう風になりますんで、非常にいいですよね。ぜひね、利用していただきたいな、なんていう風に思いますし、あとでね、ちょっと実際の画像もね、お見せさせていただきたいな、と思います。で、このね、ファミペイっていうのはですね、第2、第4の金曜日にですね、3000円以上チャージしていただくと、こういった感じでね、キャンペーンをずっとやってるんですよね。で、こちらね、3000円以上チャージしていただくと、まあ、こちらの決済の商品、こちらの商品自体はね、毎回変わるんですけども、まあ、こういった感じで、ファミリーマートのね、無料クーポンももらうことができるんですよね。で、今日、この動画が出ているのが、2月の10日ということで、今日ね、チャージの日なんですよ。ですので、今日ね、この動画を見られた後に、ファミペイにね、3000円チャージしていただいて、まあ、それをね、イデアにチャージしていただいて、レボリュートにチャージしていただく。まあ、イデアにチャージして使っていただいても別にいいんですけども、まあ、利用していただければですね、このチャージの日の特典と、先ほどね、3000円使うと500円もらえるキャンペーンもね、併用することができるっていう風になりますんで、非常にいいですよね。ぜひ、利用ね、してみていただければなと思います。ではね、実際にファミペイのね、バーチャルカードを出して、またね、イデアにね、チャージしていきたいなと思います。ではね、こちらですね、ファミペイを開いていただいて、ファミペイがね、表示されると思うんですけども、チャージされて、私はもうね、8000ぐらいもう入ってるんで、チャージしないんですけども、チャージする方はこのファミペイチャージっていうのを押していただいて、チャージしてください。こちら銀行、クレジットカード、あと、現金とかもね、できますんで、まあ好きなのでね、チャージしていただければなと思います。では、サービス一覧を押していただくと、下の方にですね、このバーチャルカードっていうのがありますよね。これが今回のね、バーチャルカードっていう風になりますんで、まあ押していただくと、暗証番号の設定に行って、このね、ファミペイのバーチャルカードはね、見ることができます。で、このね、カード情報っていうのを押していただくと、クレジットカードのね、番号が出てくるっていう風になりますんで、まあこれでね、ファミペイのバーチャルカードはね、利用することができます。ですんで、まあネット決済できるところであれば、まあどこでもね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ今までね、このファミペイの残高っていうのはファミペイでしかね、利用することができなかったと思うんですけども、まあ今後はね、利用することできるっていう風になりますんで、非常に、ね、使い勝手が良くなりますよね。ではね、イデアの方にチャージしていきましょう。ということで、イデアに3000円ね、チャージしていきたいと思います。ではね、イデアを立ち上げて残高を追加ですね。で、こちらでクレジットカードですね。で、クレジットカードね、今、登録してるのがね、別のがありますんで、入金用カード管理でいいのかな？新しいカードを登録しましょう。そうすると、カード番号が出ますので、ここで先ほどね、バーチャルカードの番号を入れます。ではね、入力が終わったら次をね、押します。ご購入ための本人確認ということで、こちらが、ワンタイムパスワードがね、来ますね。で、入力したら送信ですね。はい、これでカードの登録が済みましたんで、これで、3000円とチャージします。はい。ということで、イデアのね、残高に3000円がね、入りましたっていう風になりますんで、まあ、これでね、レボリュートに後日チャージして、まあ、いつね、チャージしてもいいんですけども、チャージして、レボリュートでね、利用することができるっていった形になります。まあ、こういったね、感じで利用していただければですね、後日ね、500円のファミペイボーナスね、もらえるっていう風になりますんで、こんな感じでね、利用していただければなと思います。非常にね、簡単だと思うんですけども、まあ、今回のキャンペーンね、二次利用みたいな感じで、イデアに流して、まあ、イデアで使うか、レボリュートに流して使うかね、まあ、お任せになるわけなんですけども、チャージするだけでね、今回利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね、利用してみていただければなと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。はい。ということで、今回ね、おまけ動画作らせていただきました。今ね、東京きらぶしフィナンシャルグループの UI 銀行っていうね、銀行口座をですね、紹介コードを入れて口座開設していただくと、1000円ね、漏れなくもらえるキャンペーンがね、やっておりますので、先日ね、みんなの銀行のね、ノーリスクで3000のね、キャンペーンもありましたけれども、こちらもね、かなりおすすめっていう風になりますんで、ぜひね、利用されてない方はですね、こちら、口座開設と紹介コードを入れるだけでですね、1000円もらえるっていう風になりますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。またですね、給料振込ね、こちらのきらぼし銀行していただくと、
さらに5000円もらえるキャンペーンもね、同時開催しておりますので、まあこれはね、ちょっとめんどくさい部分もありますので、まあ切り替えるのね、楽な方はですね、ぜひね、利用してみていただければなと思います。こちらね、両方利用すればノーリスクで6000円取れるっていう風になりますので、まあこちらもね、結構いいのではないのかななんていう風に思いますので、ぜひ利用してみてください。で、私ね、この UI 銀行、昨日ね、口座開設したんですけども、もう今日にはですね、口座開設完了してですね、非常に簡単に利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね、利用していただいて、口座開設されたらぜひね、その後ね、ご家族の方にやっていただければ、双方にね、1000円もらえるっていう風になりますんで、ぜひね、利用してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。